ルハーンシク市電は、ウクライナの都市、ルハーンシクに存在する路面電車。2014年のルガンスク人民共和国による実行支配以降、前線で運行を停止している。ルハーンシク市内に路面電車を建設する計画は1899年の時点で市議会で提案されていたが、 実際に開通したのはソビエト連邦成立後の1934年5月1日となった。当初は全長 7.2km の位置系統のみであったが、同年11月7日に新たな2つの路線が開通し、以降は高い輸送力を誇る交通機関として急速に路線網を拡大し、多くの乗客に利用されることとなった。 第二次世界大戦中、ドイツ軍の占領下に置かれた頃も一部の系統は運行を継続し、解放後の1944年5月以降は、休止していた系統の復旧工事が行われた。戦後は既存の系統の増強に加えて、新系統の増設も続き、1970年の時点で、計1 5系統が運行する大規模な路線網が、ルハーン宿市内に築かれていた。 ソビエト連邦の崩壊後も1995年に自動車工場の従業員向けの3 r 号線が開通したが、結果的にこれが2020年時点における最後の新系統となった。ソ連崩壊以降、ルハーンシク市電はトロリーバスと共にルハーンシク市が所有するルハーンシクエレクトロトランスによって運営されていたが、モータリゼーションの進行をはじめとする要因から、 利用客の減少が続き、安い運賃に加えて、利用客の多くが、年金受給者をはじめとした割引対象者であった。ために、収入も伸び悩み、2000年代には、公共交通事業は、年間400万フリブニア以上の損失を抱える、不採算事業となっていた。さらに車両や、施設の整備も、ままならず、2008年の時点の車両数は38両。 平均寿命は18.3年で、ほとんどの路面電車が想定上の対応年数を超えていた。2014年の時点でもルハーン宿主電では、営業キロ 92km9 本の系統が存在したが、1系統のみが複数の車両を用いた高頻度運転を実施しており、残り系統は1から2両のみの電車を用い、運行間隔も1時間以上という状況だった。 また、同年には、従業員への賃金未払い状態が3ヶ月も続く、事態となっていた。2014年ウクライナ騒乱の中で、ルハーンシクを含めた、ルハーンシク州の一部地域は同年以降、ルガンスク、人民共和国が、実効支配する状態が続いている。その影響で、ルハーンシク市電は2014年7月15日以降、長期にわたって運行が停止しており、 その中で河川の破壊や線路の盗難も勃発したことで安全上の理由から一部では施設の撤去が行われている。2015年6月には6号線で運転を再開する動きが見られたものの、再産性の問題からわずか3日間のみで営業運転は中止し、ミニバスの路線網が拡大したこともあって2020年の時点でも再開の見込みは立っていない。 2015年6月7日の最終運転日の時点で在籍していた車両は以下の通りであった。2018年の時点でもこれらの車両の多くが車庫で放置された状態となっていることが確認されている。また、これらの車両以外にも2004年にドニプロ資源で火災にあった71から608系の一両が復旧の上で譲渡されたが2012年に 廃車されている。ありがとうございます。